大谷翔平選手を応援するファンの皆様、新助ハンディマンです。9月6日第42試合目、対戦する相手チームはヒューストンアストロズです。今季ヒューストンアストロズ戦はこれで最後の試合となります。大谷翔平選手はお休みです。そしてエンジェルスは9対5で勝って、これで5連勝しました。しかもアストロズ戦は4戦全勝とスイープをしました。いやー、素晴らしい試合でした。エンジェルススターティングラインナップですね、9人中5人はですね、打率が1割台というねメンバーで、挑んだわけなんですけれども、チーム一丸となってしっかり打線をつないで勝利することができました。マイク・トラウト選手、大谷翔平選手が欠場でも勝てるエンジェルス、いやーね、だんだん、強くなってきたと思います。エンジェルスの底力がね、見えてきた感じがします。試合内容としては今日もですね、序盤から3点のビハインドと徐々に点を入れて、なんとか3対3の同点で追いついて、6回の裏には追加点を入れて逆転したわけなんですけれども、その直後にペーニャ投手が打たれてしまって、2点献上して、これで逆転、また逆転されてしまうという形になって、終盤で嫌な雰囲気となってしまったんですけれども、今までのエンジェルスとは違いましたね。いやー、エンジェルスは連日の勢いそのままでしたね。8回の裏にですね、怒涛の攻撃で4点を追加して9対5でまたね逆転しました。そして最後はタイバッテリーが3人で締めてゲームセットということで、エンジェルスが勝利いたしました。エンジェルスは今季初の5連勝となりました。いやー、素晴らしい試合でした。やはりですね、見てるこちらとしてもですね、今までのね、エンジェルスのその負けシーンがねあるので、ちょっと不安になる部分はあったんですけれども、いやー、ここ最近のですね試合展開はですね、本当にね素晴らしい逆転劇がね、劇的な逆転劇がありますね。いやー、エンジェルス本当にね、だんだん強くなってきたと思います。ただですね、まだピッチャー陣、特にリリーフ陣がですね少しね不安があるので、そこをですねもう少し改善していけばですね、もっともっとエンジェルスは強くなって、上位ですね、もしくはね1位を狙えるね、チームになりますのでね、ここをですね、もう少し修正してもらいたいと思います。そして今日のエンジェルスの注目する選手はアンソニー・レンドン選手です。今日もですね、ツーランホームランを含む5打数の2安打、打点2を挙げてエンジェルスの勝利に貢献しました。そして次にジャレッド・ウォルシュ選手です。ジャレッド・ウォルシュ選手、3打数の2安打で打点2を挙げております。ウォルシュ選手は決勝打を打ってエンジェルスの勝利に貢献しました。いやー、ジャレッド・ウォルシュ選手、素晴らしい活躍です。まあこの2人だけではないんですけどね、活躍は、打率が1割台のね選手がですね、結構、今日ヒットを打ったりですね、マルチ安打をしてるね、選手がいます。アデル選手もそうですし、テイラー・ワード選手もそうですしね、エンジェルスの選手が一丸となって頑張ってもぎ取った勝利だと思います。いやー、ナイスゲームでした。そしてエンジェルス、明日はお休みとなります。明後日からエンジェルスはロードに出かけます。8日の火曜日はですね、テキサスレンジャーズとの3連戦があります。その後ですね、11日の金曜日からコロラドロッキーズとの3連戦になります。エンジェルス敵地での6連戦全部勝ってホームにね戻ってきてもらいたいと思います。明後日の先発予定はですね、アンドリュー・ヒーニー投手となっております。アンドリュー・ヒーニー投手、ここ2試合は素晴らしいピッチングをしてますので、この好調をですね維持して、次のテキサスレンジャーズにもですね頑張って投げてもらいたいと思います。そして6連勝ですね、目指してもらいたいと思います。もちろん大谷翔平選手の活躍にもですね期待したいと思います。皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。それではまた。